ハロー YouTube 古着チャンネルへようこそ。古着チャンネルのケントです。本日もご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルは古着好きの方、そして今から古着を着てみたいという方に古着の魅力をご紹介するチャンネルです。チャンネル登録がお済みじゃない方はぜひぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。今回は希少なネイビーカラーのミリタリージャケットをご紹介します。それが今私が着用しているアメリカ軍の USCG のリップストップジャケットになります。こちらのジャケットをご紹介する前に簡単にアメリカ軍の USCG についてご説明いたします。 USCG の正式名称はユナイテッドステイツコーストガードになります。日本語に訳すとアメリカ沿岸警備隊になります。こちらの USCG はアメリカの中でも特殊な部隊で、アメリカ軍の一部門であると同時に連邦政府の警察の機関でもあります。主な任務としては海難救助、海洋汚染の調査、沿岸整備、沿岸の監視任務など幅広い分野で活動している軍隊になります。それではここから本題の USCG のリップストップジャケットをご紹介させていただきます。まず一番の特徴としては、アメリカ軍のミリタリーアイテムとしては非常に珍しいネイビーカラーをしているということです。色がネイビーなのでゴリゴリの軍物感が前面に出すぎず、普段のコーディネートに取り入れやすいアイテムになります。もう一つの大きな特徴としては、以前こちらの動画でもご紹介したアメリカ軍の BDU ジャケットをベースとした USCG 専用の特注デザインが採用された BDU ジャケットということです。詳しいディティールに関しては後ほどご覧いただきます。また生地に関しては BDU ジャケットと同様にコットン素材にナイロン繊維を格子状に織り込んだ裂けにくくて軽量なリップストップ生地が採用されているため、真夏以外のオールシーズンで着ていただける万能アイテムとなります。またすごく耐久性のある生地なので、着用と洗濯を繰り返すことでリップストップの格子模様が浮き出るような雰囲気と美しいネイビーカラーの色落ちが期待できるので、経年変化も楽しんでいただける一着となります。希少性とルックス、シルエットの良さ、そして耐久性を兼ね備えた本当に素晴らしい一着なので、実物品が入手困難になる前に今回は皆さんにご紹介させていただきます。それでは早速アメリカ軍の USCG リップストップジャケットの詳細動画と着用動画をご覧いただきます。それではどうぞ。それではここからはアメリカ軍 USCG のリップストップジャケットの詳細動画をご覧ください。状態はデッドストックになります。ご覧の通りボディは綺麗なネイビーカラーをしています。このように生地にはリップストップ生地が採用されています。このリップストップ生地が着用と洗いを繰り返すことで非常に綺麗な経年変化を見せてくれるんです。一見通常の BDU ジャケットのディティールに見えますが、こちらの胸ポケット2つの下に、通常の BDU ジャケットはウエストポケット2つが付いているんですが、こちらは USCG の特注仕様でウエストのポケットは付いていない仕様になっています。こちらの胸ポケットに関しても一見通常の BDU ジャケットと同じように見えますが、こちらのフラップポケットをめくるとボタン式ではなくてベルクロ式になってるんですよね。これが USCG の特注の仕様になっています。こちらもミリタリー好きにはたまらないディティールとなっています。そしてこの辺りもこだわりのディティールですが、左胸のポケットの上の部分にはこのようにペンホルダーが付いているため、こちらにペンを刺せるようになっています。この辺も実用的で素晴らしいディティールです。前立てのボタンに関しては一番上のトップのボタンと一番下のボタンだけがこのようにむき出しで見えるようになっています。それ以外のボタンに関しては肥沃式の隠しボタンとなっています。この辺も BDU ジャケットと同様のディティールで非常にかっこいいです。こちらの袖の部分にはエルボーパッチと言われる当て布がついているので、この辺は非常に丈夫な作りをしています。見えますかね、このように当て布がついています。
袖先にはこのように3つのボタンのアジャスターがついているので、好きな具合に調整することができます。こちらは背面です。背面は非常にシンプルなディティールをしています。若干くびれの効いた綺麗なシルエットが特徴です。サイズは37レギュラーになります。こちらがミルスペックになります。正式名称はコートオペレーショナルドレス USCG ブルー3362となります。製造された年代は1999年式になります。素材はナイロン 50% コットン 50% のリップストップと書かれてあります。それではここからは USCG リップストップジャケットの着用動画をご覧いただきます。引き続き最後までご視聴いただきますようよろしくお願いいたします。それではどうぞ。はい、ここからは着用動画をご覧ください。身長165センチでサイズは37のレギュラーです。着た感じジャストサイズというような着用感です。いかがでしょうか。カラーがネイビーなのでゴリゴリのミリタリー感が前面に出ず、非常に合わせやすい一着となります。こんな感じでチノパンとラフにコーディネートすることもできるので、春にもってこいのジャケットだと思います。またこんな風に袖を簡単にめくってあげるとかなりこなれた感じで着ることができるので、袖をまくって着るのもおすすめです。非常にやっぱりシルエットが綺麗な一着ですよね。若干こんな感じでミリタリーものとは思えないぐらいくびれの効いた綺麗なシルエットをしているので、待ち着としてもかなりドレス感もあり、また色もネイビーでワーク感もあって、そしてミリタリーアイテムということで非常にルックスが綺麗な一着ですね。軽くボタンの方を締めてみます。こんな感じで軽くボタンを締めたスタイルも非常にかっこよく決まります。色がネイビーなので下はこのようにチノパンも合いますし、デニム、黒いパンツ、いろんなパンツと合わせやすい一着なのでコーディネートの幅も広がると思います。アメリカ軍のミリタリーアイテムでもネイビーカラーのアイテムはそれほど数がなく大変希少なので、ぜひ気になる方はゲットして挑戦してみてください。はい、本日も最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。本日ご紹介しました USCG のリップストップジャケットはミリタリーアイテムとアメリカングッズの専門店 LA ボーイさんよりご提供いただきました。こちらの USCG のリップストップジャケットが気になった方は LA ボーイさんの商品リンクを動画の概要欄に貼っておきますので、ぜひこちらの方からご購入ください。今日の動画が参考になった方はぜひ高評価をお願いいたします。チャンネル登録がお済みじゃない方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。そして今回もお気軽にコメントの方をお待ちしております。それでは次回の動画でお会いしましょう。古着チャンネルのケントでした。グッバイ。